『朝ドラ』『トト姉ちゃんあらすじ予告』第41話試作品を完成させるつね子5月20日金放送分危機物語星野から道具を借り女学校からはハッカーブを調達してつね子はついに練り歯磨きを完成させましたつね子の仕事にはマリコとヨシコも喜んで協力しました 三姉妹は常子が完成させた練り歯磨きの試作品を同級生たちに配りその仕上がりへの評判もとても良好でしたその頃、鉄郎は商売仲間に騙されて150円もの借金を抱え込んでしまいます窮地の鉄郎を助けるためにも常子は練り歯磨きの商売を始めようとするものの売り出し方が分かりませんそんな常子に鉄郎が助言します 森田屋の仕出し弁当と一緒に試作品を配ってみてはどうかと。